つも11時半とかがあれなんで、だいたいそのくらいの時間が多かったから、最近今日早く感じる。言っても9時だけどね、まだもう今日はメイクしてます。寒かったですね。めちゃめちゃ寒かった。ちょご、あの厚い上着着て出かけました。もっこもこの上着着て出かけました。ねえ、風邪ひかないようにしないと。でもおかげで今日は。あれ花粉症どこ行ったってくらいに花粉が平気な日でした嬉しい、こんな日が毎日続けばいいのにって思えるくらい歌のチケットを発見してきました。わーい、ありがとうございますいよいよですねいよいよだね。前髪長いです。メイクは変えてないけど、変えてないですよ。前髪長いから絶対そう見えるだけ。でも今日メイク した瞬間、メイクうまくいきすぎて、おおってなりました。前髪がでも長いですね。伸びました。ね、いよいよ今日20、あ、もうあっという間ですよ、本番まで。もう逃げられない逃げられない、もうもう逃げられないですね。ここまで来たら、英国見えます？全然いつも通りだよ。絶対ね、まつげが上がってるからだと思う。メイクが濃く見えるの、絶対それあると思う。まつげ効果。イエーイ逃げる気はありませんけど
もう逃げられないです。逃げるつもりはないですけどね。はい、ここで登場しました。見ない日はないんじゃないかっていうくらいしれっと。うん、そう、いや前髪伸ばしてるんですよそんなんなら早く切れると思うんじゃないかってくらい毎日こなしてますけど、私今前髪伸ばしてて舞台のために。そうなんです、だから切れないんです、切れたくても。このね伸ばしてる時期が一番ねまあややこしいんですけど、あと1分したら外すからやめて、やめて待っててください。花粉症今日平気だった。今日は天気悪かったんで全然平気でした。もう花粉症の自分を忘れるくらい今日は平気だった今日はね、今日はね、明日はいい天気なのかな。眠くないですよ。負けてる、ちょっと負けたでもこれくらいがねちょうどいいんですよもう分かってるんですけど、この長さくらいがねちょうどいいですよ。明後日くらいからだったかな。そうなの。あ、いやー確かにな、あったかくなったら花粉じゃないですか。でも寒いのもあれだし、でも花粉症の症状が出るくらいなら寒い方がまだいいです、ね、今日みたいな日の方がまだいいよまだね確かにゆきりんさんもいつもなんかずっと前髪カラーつけてやってるイメージ。うん、花粉って梅雨前までぐらいじゃないですっけ。嫌だね本当にもう嫌だね。雨降ると花粉はそんなないです。雨上がりが逆にひどいですけどね。でも梅雨の時期の方がもっと私
苦手だからな。早く夏が来てほしいです。夏大好き人間だから。楽しみ夏もう夏という季節だけが。確かに虫多いけどね夏は。そう、気圧低いのとか苦手です。夏が一番好きです。梅雨が一番、梅雨の季節が一番苦手です。なんとなく雨降ってると気分どんよりしちゃうタイプだから。確かに暑いけどね夏。でも夏が来たら私が二十歳になっちゃいますそういえば8月終わりだけど、今年の夏が来たら私がもう成人してしまいます。そう考えると来てほしくない気もしたり嫌ですよ誕生日来てほしくない。でも二十歳ってすごいですね。なんか普段の誕生日と違うやん。二十歳ですよ。二十歳、大人になる大人になっちゃう。めっちゃお祝いしてください。やったすごいですね。ねえ、うわーやだな成人してしまう、自分が成人してしまうって思うとめちゃめちゃ嫌ですなんか年を取るたんびに、あー年取りたくないって思ってる気がしますなんかだって最近です、あーこんな誕生日来るの嫌だなって思うように。いや誕生日はいいんですけど、楽しい日だから。でもあーまた一つ年を取ってしまうのかって思ってしまうのが嫌になっ、思うようになってしまいました最近になって、ね、確かにまだ19の人が言うあれじゃないですけどね。まだ10代だけどね。でももう20歳になっちゃうのかって。早いです。早いね。早いわ早いな。まだ気が早すぎるけど、まだ3月なのに5ヶ月先の話してますけど、でもあっという間じゃないですか。うわね、二十歳超えるとあっという間ってみんな言うから だけど誕生日はみんながお祝いしてくれるので嬉しい日です。楽しみ。成人式も楽しみだし。今年の誕生日は何してるんですかね。本当に気が早いですけど、めっちゃ何してるの。素敵な一日になるといいなって。19歳の時はイベント前日とかだったから、だからもう誕生日どころじゃなくてあっさり終わっちゃったんですけどでもね、19歳になる瞬間、友達がグループ電話で3、2、1みたいなしてくれたんですよ。それくらい楽しみです。
夏が。でも今年の夏は皆さんとたくさんなんか会えるイベントができなかったから、夏いろいろと今年はそういう思い出がたくさんで、皆さんと作れたらいいなって思います。めっちゃアイドルみたいなコメントになっちゃったけど、でも本当に心から思います。そう、夏ってなんかいいじゃないですか。夏のコンサートとかどの季節でも好きだけど、夏のイベントとかフェスとかコンサートとか特になんか好きなんですよね、なんとなく。だから楽しみにしてます。皆さんも待っててください。で、野外ライブとかめっちゃ好きなんです。できるといいな。急にいいこと言い出した人みたいな。でも本当に思ってます、心から。ね、素敵な夏にしましょうね。まだ春だけど。まだ春ですけど、イエーイ。で、福岡でライブもしたいです、また。今日何日目だったかな、今はテロップ見逃したけど、8日目、138日目だ。見てください、見えますか、38に。超真剣。必死な顔して。見えるね、ありがとう。早いことだ。何時までしょうか。8時から始めたから、じゃあもう皆さんもお疲れのようですし、勝手に皆さんもお疲れでしょうから、30分になったら終わります。早く寝なきゃ。皆さんも早く寝ましょう。停電の恐れ解消したそうです。あ、そうなんですか。めっちゃね、そうだったんですね。よかったですね。よかったよかった。
私は疲れてないですよ、めっちゃ元気、超元気、元気いっぱい。バイバーイバイバーイ、イエーイ。明日は多分朝早いです多分早いです。カナダと明るい気がする、メイクしてるからですね。絶対今日はメイクしてるんで、普段すっぴんだからメイクしてるとお肌のトーンが明るく見える。イエーイ元気だよ、めっちゃ元気だよ吉田。元気いっぱいすぎて、イエーイ嘘っぽい、超元気。明日はおにぎり食べると明日はおにぎり食べると思いますあ、おにぎりね。おにぎり、明日は何おにぎり食べてるでしょうか。明日の気分はどうなのか。お布団に入ったら秒で眠れます。秒で眠れます。最近寝つき良すぎて、寝つきがいいのか疲れまくってるのかわかんないですけど、ってなりますね。一瞬で寝れちゃう綺麗な桜をたくさんありがとうイエーイ、桜をたくさん降らせてくれてありがとう。もう私はこれで満足です、今年の春はありがとうありがとう、もう私の春はこれにて終了ポーズのくせありがとうこれからだね、桜これからだよね、ありがとう素敵な春にしようね。明太子おにぎりの明太子はちょっと違うんだよ。そうなの？私明太子好きですけど、明太子おにぎりあんま食べないんですよね吉田カレン情報、明太子おにぎりはあまり食べない。一つ私に詳しくなりました。桜を見に行きたいな。桜全然見てないんだけど、今年まだまだですか、これからもう咲いてる染め持っといてください、明太子おにぎり。舞台見れるからいい春になることは確定してます。素敵です、ありがとう。素敵な春を一緒に過ごしましょう。春っていつまで？5月くらいまでかな、いつまでさ。
咲き始めてるよ。そうなの？一部咲きって何？一部だけ咲いてるみたいな。カレンちゃんって春って感じだよな。本当？え、初めて言われたかもしれない春って感じですか？嬉しいです。なんか清楚っぽくない？それは違う春っぽい？言われたことないんですけど。本当？春っぽいですか私？そっかでも嬉しいです。なんか春って可愛くない？一番季節の中で桜のイメージが強いからかな。夏っぽい、冬っぽい、秋っぽいとは言われないな。秋っぽい、秋っぽいです。私そうなんです、秋っぽいんです。本当にこの世で一番秋っぽい、春か。じゃあ春の女としてこれから生きていきます春は嫌いだけど嫌いじゃないですよ。桜とか見るの好きなんですけど、ただ花粉が嫌いだけです。でも季節の中では一番春が嫌いですけどでも春っぽいということで春を背負って生きていきますって感じ。あーでもそっか。スプリングガールって呼ぶね。ありがとう。中学の頃の焦げたカレンちゃんだと焦げたって言わないで焦げたってまあその通りだけどその通りですけど焦げたいや焦げてましたね。あの時は見事に焦げてた。いや焦げてたんですよね中学の時。まあ仕方ないですよ、元気の証拠です。元気の証拠です。あれはげてたね。もう今はもうだいぶ白くなったと思いますからね。白いですよね。黒くはないです。焦げてはないですよ。もうね中学2年生くらいまでだと思うよ焦げてたのは多分中3の時は。だってさ中1の時とか日焼け止めとか塗ってたかなって感じだ。いやーだいぶ白くなったと思います。でも焼けやすいんですよね。だからわかんない、今年の夏また焦げてるかもしれないです本当焼けやすいし、逆に冬になると白くなりやすいしみたいな。焼けやすいんですよめっちゃ夏は。だからそれが一つ怖いですね、日焼け対策。でも日焼け止めとかめっちゃ嫌いなんですよね。でもちゃんと塗らないと将来にも関係しますし、今年の夏は日焼け対策を、いやもう今の季節から始めないとダメですよ。てか年中ほど、まず年中ね日焼け止めって塗っとかないといけないらしいんですよ。でもそんなもう日焼け止め大嫌いの私からしたら地獄でしかないのでちょっとはいこれから気をつけたいと思います。日焼け止め禁止だったとか、いやそんなことはないんですけど、ただ日焼け止めが嫌いすぎてつけてなかった。ブラウンちゃんより焦げてた？それはないよブラウンちゃんこれを今見てるかな、大丈夫かな。よくね私の配信見てるから、今日見てるかちょっと分かんないですけど、ブラウンちゃんより焦げてたことは絶対ないですねこれは自信を持って言えますなんかこの前もう一緒に2人で電話してて、そのブラウンちゃんのあの昔の黒さについておしゃべりしてたんですけど、もうびっくりするくらい黒かったんですよ。だから私はあれ
さすがにまあアイドルというこの活動もさせていただいてましたし、あそこまで黒かったことは多分ないと思います。いや本当にブラウンちゃんって私のお友達、仲のいいお友達、中学校の頃、小学校の頃から仲いいお友達がいるんですけど、ちょっとあのブラウン色なのでブラウンちゃんって呼んでるんです。そうそうそうなんですよ。飲む日焼け止めすごい気になってます。やっぱ効果あるんですか。でもなんか芸能人とかモデルの方とか飲んでるイメージ。飲む日焼け止め、でも飲む日焼け止め飲んだところで結局ここも塗らないとダメじゃないですか。塗ります、日焼け止め。でもブラウンちゃんめちゃくちゃ白くなりましたよ。めっちゃ垢抜けたからね。すごいスポーツマンって感じだったんで黒かっただけで垢抜けました。でも未だにお友達にはあの黒いっていじられるらしいんですけど、そんなこと言ってられないくらい私も焦げないように今年の夏は気をつけます。でもさ最近はさそのやっぱりこういう状況もあってお家から出ることが少なかったじゃないですか。だから日焼けもあんまりしないで済んだけど、こうだんだんお外でのイベントとかフェスとかが増えてきたら怖いですよね。最近はもう家にいることが多かったからあれですけどね、本当に気をつけます。今年の夏は日焼けの話。終わります。今日も楽しかったですね。楽しかったですね。では最後にランキング読みます。13位ももかんさん、ありがとうございます。あれ12位ひでじろさん、ありがとうございます。11位たーとしさん、ありがとうございます。10位、ちょっとお名前呼べないですけど、私が嫌いな虫をたくさん並べてらっしゃいますね。嫌がらせですか。やめましょうね。ありがとうございます。9位ジャリングさん、ありがとうございます。8位トリオエイジさん、ありがとうございます。7位スーさん、ありがとうございます。6位ヒガさん、ありがとうございます。5位イルカさん、ありがとうございます。4位ゴールドアイツさん、ありがとうございます。3位タッシーさん、ありがとうございます。2位ハヤちゃんさん、ありがとうございます。1位藤友さん、ありがとうございます。あたたたたたたあたたたた、イエーイ、ありがとうございました。ではおやすみなさい。また明日、バイバイ、ありがとうございました。